だからよ、あいつうぜえからぶっ殺してやったんよ。また俺の勝ち。勘弁してくださいよ兄貴。こんなところに潜んでるなんて、さすが密輸組織ってとこか。でけえ犬。何見てんだこれ。すみません。いい加減黙れよクソガキ。殺すぞ。ここだ。ご苦労様です、ルージェルドさん。すぐに解放しますからね。ルーデウス、耳を貸せ。従属の子供が捕らえられている。5人だ。さっきまで6人だったが、1人泣きわめいた子供が殺された。解放する密輸品ってあの子たちのことですかね。だろうな。他に捕らえられている人間はいないようだ。無論全員助けるのだな。でも結構な数の警備がいますよ。どうします。皆殺しだ。皆殺し。子供を殺すような奴らだぞ。何話してやがる。そいつを連れてさっさと消えろ。どうする。できれば穏便に済ませてほしい。しかしこの警備、何突っ立ったんだ。どの道交戦は避けられない。おい、聞いてんのか。ルイジェルトにやらせてはいけない。バレたらまたスペルド族の悪評が広まってしまう。やればいいじゃないか。早くしろよ。どうせ赤の他人、こいつらだって人を殺してるんだ。ルーデウス、安心しろ。お前は手を汚さなくてもいい。いえ、僕がやります。お前の手はエリスを守るためのものだろう。俺のことは心配するな。ごめんなさい。おいおい。